はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用真由乃です。今日はですね、司法書士試験の願書の締め切りがですね、コロナの影響で遅れませながらあってですね、人数が公表されたんですが、その人数がですね、もう驚くべき人数でした。司法書士の受験者数というのは毎年ですね、ちょっとずつ下がってきていて、今年も下がってしまいましたねというのが恒例なんですが、今回はですね、前年16,811人の願書の提出者に対して、今年はですね、なんと2380人減の14,431名ということで、前年比なんと 14% ダウンということで、これ激減の今グレーに入るかなということです。2016年は2万人を超えていたんですが、年々下がってきて、今回ここに来てガクンと下がったということであります。で、コロナの影響とかもいろいろあると思うんですけれども、私的にはですね、受験者数が大きく下がるということは、この司法書士試験自体は絶対的評価の試験ではないですよね。何点取ったら合格の試験じゃなくて、全体の出来を見て、合格点を決める相対的評価を取っているので、あまり有利になるとはあまり思ってはいないんですが、ここまで減るとですね、確かに基準点とかは高くなってくるのかなというような、気もしております。つまりですね、少しはここまで減るともしかしたら優しめになってくる可能性は考えられます。でいずれにしても合格者数が減っていくということは必ず決まっていると思いますので、合格者数が減るというのは業界人とかね、すでに資格を持っている、私たちのようなですね、司法書士から見ればその競争の激化というのが、行われないわけですから、短期的に見ればいいことなんですけれども、やっぱり長期的に見れば合格者が少なくなっていくというのは業界全体の衰退につながっていくのかなという気もするので、この受験者数の激減具合はどうにかしていかないといけない課題なのかなと思います。コロナの影響でやっぱりね、記念受験みたいな人結構減ったのかなと思います。普通はですね、コロナがあったので期間がその分長くなってですね、受験期間が長くなった分、やっぱり今年諦めていた人が受けてみようっていう、そういうのも増えるような気もしますが、意外とですね、期間が延びたからといって、じゃあその分勉強できるかっていうと、そうでもない人が大半っていうのが現実ですから、むしろコロナの影響で、受験を諦めたという人の方が多かったのかなというのと、信じられない話なんですけれども、世の中にはですね、法務局とか、図書館とかでですね、フラッと司法書士試験の案内を見て申し込みをしてしまうという人が本当にいるんですね。そういった方が今回いなくなったのかなというのも、この激減には影響が出てるかなという気もしております。で、結局はですね、相対的評価の試験ですから、自分が合格ラインにいなければ必ず合格することはできないわけです、当然なんですけれども。なので、受験者数が減ったから、問題がですね、優しくなるんじゃないかとか、試験の全体の、難易度が下がってもしかしたらワンチャンあるかもしれないっていうことをですね、期待するなんてことはせずに、淡々と自分の勉強をね、してもらえればいいんじゃないかなと思っております。ということでね、司法書士 YouTuber としてはやっぱり司法書士を広めたい、もっとね、受験者数が今年は上がりましたねみたいな、 YouTube とかの影響あるんじゃないですかねみたいなね、ことも言えたらいいなと思うんですが、ちょっと現実問題相当減ってしまったので、業界人としても非常にショックを受けております。そんな感じでね、今日は司法書士試験の願書の提出者数ですね、が激減したということを取り上げさせていただきました。今日は以上でございます。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。